皆さんこんにちは、松田です。皆さんお元気ですか？はい、今日も、職業別施術編ということで、今日はリサイクル業を経営されている社長さんにお越しいただいています。はい、で、まあその他にもいろんなお仕事をされている社長さんで、まあ儲かってんすよね。嫌な感じですねで、なんですけど、まあ裏の顔といいますか、まあもともとサッカーをずっとやってきた人で、まあ今大人になって、まあスクール、サッカースクールとか、あと社会人のそのサッカーの、まあ面倒を見てる先生であり、まあコーチですね。で、ご自身もプレイヤーとしてサッカーをやる機会がものすごい多いで、よく体を痛める、まあ痛めるたびに私のところに来るんですけど、まあ今日来られたということで、僕取っちゃおうかなと思ってお呼びしちゃいました。それではご紹介します。いきますよ、大倉社長、ようこそ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっともう助けて痛くて痛いか。そっかね、イケメンでしょ。すごいよね、羨ましいんだ。本当羨ましい羨ましいね羨ましい。はい、今日はで膝が痛いって言ってたよね。なんかトレーニング始められる時期になってきたんで、始めたら、まあ、ちょっと期間も空いてたんで、もうちょっとやっちゃったなっていう。ああ、なるほどね。曲がらない。ああ、なんか元気ないね。痛いんだよね。本当に痛い。本当に痛いんだね。ああ、わかりました。了解です。はい、まあ膝が痛いということで、今日は膝にまつわる、動画を皆さんにお届けしようと思ってます。任せてください。またね、僕やっちゃうんで、直しちゃうんで、はい、よくしちゃうんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はやっていきましょう、ね。はい、よろしくお願いします。はい、それではご覧ください。どうぞ。はい、まあね、いつものと同じね、施術する前にちょっと軽い検査をするから、はい、ちょっと軽く足を開いて、そうですそうです。で、僕が叩くから、いつも通りね、股関節から足をこうやって上げる。はい。オッケーね。はい。叩いたらすぐ上げる。いくよ。せーの。うん。せーの。はい、オッケー。ちょっと こっち行くね。で、あ、無理しなくていいから、痛いの分かってるから、はい、いくよ、せーの。あ、遅いな、分かるから、ちょっとね、うん、痛いね、力入る、うん、そうだよね、うんうん、ちょっと動きが遅くなってます。はい、もう一回行こうか、せーの。あー、で、力が入りづらいのが、うん、やっぱ痛くてね、うん、で、結構そういう感じに今なってるんで、それがよく分かりました。こっちは叩いた瞬間に足がパッて上がりました。こっちは叩いてから少しコンマ遅れて足が上がりました。次はちょっと膝を伸ばせるだけ伸ばしてみよう、うん、はい、無理しなくていい、はい、行くよ、はい、どうぞ。あー、なるほどね、こいつちょっと痛い、いい、無理しなくていい、もう一回行こう、無理しなくていい、もう一回行って、はい、はい、はい、いいよ、ストップ、はい、OK、いいよ、戻して、はい、結構曲がってないな。まあ、とりあえずありがとう、うん、これは検査でした。はい、はい、ごめんね。次ちょっと視点を変えてみたかったんで、まあ足伸ばせるだけちょっと伸ばしてみようか。無理しないで。はい、はい、どうぞ。なるほど。いいよ。はい。OK。もう一回やりましょうか。体が逃げるね。トリックモーションが起きてるね。いいよ。OK です。ありがとう。はい。はい、これから施術をしていくんですけど、まあ膝が痛いということでね。膝が痛いということで、膝に特化した感じであります。まあ、この前に実はもう、処置は終わってるんです。全身のね、まあ、各その膝が痛いからといって膝だけ見るんじゃなくって、他のところは一応チェックして、先に緩ましてる状態で今トライしています。はい、じゃあ行きますね。大丈夫よ、押すよ。はい、はい、もうすでに筋肉がすごい硬直して硬くはなってますね。で、布団から膝にかけてつながってる筋肉も、ハムストリングスっていう筋肉があるんですけど、まあ、それに対して、まず緩ませる。緩ませるところから入んないと施術がなかなかうまくいかないんで、まあ、やりたい、本当にやりたいことがうまくいかないんで、先に緩ませる必要があります。はい、やられてる感じは痛くない？今のところ大丈夫です。大丈夫そう？はい、勝ったな。硬いですか？硬いよ。まあ簡単だよね。痛めた時って人の体ってこう逃げるようにキュッてこう、なんかなんだろうな、筋肉収縮するんだよ。すごい。で、結構その状態に なりっぱなしっていうのがあって、硬くなるんだよね。でね、足の温度がやっぱ下がる。うん、そういうのがあるんで、
そう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 、膝に近づけば近づくほど痛くない、大丈夫、痛い、あ、オッケーオッケー、これがさ痛くなくなるんだよだんだん、まあ、ちょっと今頑張るからさ、はい、緊張してんの、え、緊張してんの、緊張してない、痛いのよし、これさやってるとだんだん足あったかくなってこないか、なってる気がする、もうなってきたでしょ、うん、これ入れ方があってさ、それで変わるんだよね、あんまり長くダラダラやってても、ね、疲れちゃうから、うん、この瞬間で、なるべく、あ、足ちょっとあったけえなっていう感じになってくれると、まあ、効果が、ね、なってきてる気がするな、早いでしょ、うん、まあそれぐらいやんなきゃな、まず成り立たないしね、そうそうそう、うん、よし、はい、 OK、 じゃあゆっくりと体を起こして仰向けになりましょう、もうね、足あったかくなってきたからね、うん、なってる気がする、変わる、はい、ちょっとごめんね、あの視点を切り替えました、さっきちょっと撮影する場所が悪くあのやり直してます、はい、まあ仰向けにした状態でスタートするんですけど、やりましょう、これもうあんまり痛くないでしょ、うん、ね、うん、裏を最初に緩ませないと前できないんだよ、どうしても、だいたい、あの人の足ってあの、まあ、前もしっかりしてるんだけど、足はしっかりしてるんだけど、まあ、サッカーもやってるでしょ、筋肉がさ一つ一つ大きいんだよ、普通の人よりもうごっついじゃん、なんかその太ってるっていう足じゃなくて、まあ、太ってるもあるのかなあの筋肉の量が多いんだよもともと、まあ、ね、サッカーなんて下半身特化のスポーツでしょ、だから最近仕事うまくいってんの、まあまあ、あ、そう、うざいねもちもちっていうやつですね、うざいね、本当に引っ張ってきたよねそうだね、まあこの膝蓋骨って膝のお皿があるんだけど、まあもともと膝悪いからね、うんうんうん、ちょっとこうやってやるとコツ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 音が鳴ったりとか、あのなんか手で感じる音ってのがあるんだよ、うん、それがちょっと結構こっちの方がうるさいんだよね、こっちと比べて、それがあるんで、あのしっかり膝のお皿を、うん、動かすような感じ、でもなんかもう触られててなんかあれだな、変わってきた、うん、気がするな、ほんと、そうすると僕が本当に今日やりたい一発がいける、それはいいよね、さっきほ、うん、あの緩ましてね、うん、ほらほぐして緩ましてるでしょ、緩むとさ血流が上がるのよ、うんうんうん、血流が上がって上がるから、そのやっぱ筋肉自体に血管がね、そのへばりついてる血管もあれば、中を貫通して通ってる血管もあるんだけど、まあ血管の中にはさ血液が通るわけじゃん、うん、だその痛みがあるとさ血管が細くなったりしてさ、あったかくなると血管って拡張するんだよ、そうすると血の流れる量が増える感じわかる、うんうんうん、だから足に温度が戻ってくる、なるほど、そう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 、だから筋肉にアプローチするとさ、筋肉を押して離すってなると、うん、筋肉ってポンプ作用っていう作用がある、うんうんうん、だからそれでだから押さなきゃいけない、視圧ね、そう、押して離した時に血液がビュッビュッて、なるほど、そう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 、なんかでも楽になってきたけど、その、うん、気のせい、まあでもその前にね結構やってたからね、うんうん、処置はね、だからその膝が痛いからって言って膝だけ見るってのはやっぱな、そこがナンセンスじゃん、やっぱりさっき股関節も見たし、うん、まあ、足首も見たんだけど、今日はその膝で、まあ、ある場所があるんだよ、でこれやると結構そのなんだろうな、膝痛いって人の痛みを緩和させることができてるっていうのはちょっとあるんで、それをちょっと今日やろうかなって思ってます、はいはい、ここね、すねの筋肉って言ってさ、全頸骨筋って筋肉なんだけどさ、ここ痛いな痛いよな、痛いね、こいつもなんとかじゃないと、結局こいつも足首またいでやってるから、サッカーでしょ、うん、足首とほらあなたサッカーうまいけど足首の使い方下手じゃんそうでしょ、そう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 、痛いけどね、うん、
まあ聞き流すっていうね痛いけどね、それそんなにギューギュー押してる感じじゃないんだよ。いや、押されてる感じだよね。ほんと？まあそれはそうだよな、でも力と方向性が合ってるとドンピシャで入ってくるから、あれなんだけど。お、あれ？なんかもう不思議な感じだろ、うん、一回落とそうか。なんか きつい、そうきつい感じはない。ただこれはきつい。いくぜ、これやりたかった。力入れるんだよ。入れない。いくよ、うん、入れるの、うん、せーの、いった。この一発入れたくてほぐしたんだよ。いったよ。もう一回いくよ。痛い。でもだんだん痛くなくなってくる、うん、ちょっと待って、我慢する。大丈夫大丈夫。ここさ、画速って言ってさ、あの3つの筋肉がさ、あの集まるところの終着なんだよね。そう、ガトツ、ガトツは違う、それルローニケンシン。それルローニケンシン。そう、こっち画速って、画速、うん、って場所がある。3つの筋肉が合流する地点がある。そこ痛い、ね、痛いでしょ。まあ、実はこれをこうやって押しながら、まあ、この首相のこの平で僕はこうやって協力して押しているような感じですね、はい。まあ、こうやって押してもいいですし、こうやって押してもいいですけど、まあ、僕は基本的になるべくあの面を大きく取って、施術する場所に対してアプローチするんで、こういう押し方を、こういう押し方をしています。まあ、ギューって力で押してることはないね。これ前の動画でも言ってますけど、あの体重で押すって感じだね。体幹で押すような感じです。あいつも痛い痛いって言っててな、後半は全然痛くないって言った。最後の方はね、最後の方はね、最初自分そこに到達するまでがいつも苦しいんだよ、うん、嫌がらせだよ、ね。行くぜ。行くよ、うん、どう、さっきよりは痛くはない。痛くないだろ、ここもともと押されて痛いんだよ、うん、っていう痛さだよね、うん、今そんなにだろ、だって、うん、ピクってなるほどじゃないでしょ、うんうん。ここのアプローチをしたかったの。でも最初にやると痛いんだよ。いや、めちゃくちゃ痛かった、さっき、うん、でもあれ、ほぐす前とかだったらもっと痛い。うん、だから先にほぐす必要がある。で、あとは、はい、こっちもあって、あとはさっき言ってた前脛骨筋ってあるんだけど、こいつがまあ膝の痛い時に結構役立つ場所があって、僕はね、僕は基本的にこの前脛骨筋っていうのが、まあ3分割されたうちの上3分の1境界部っていうところを押すんです。それがここなんだけど、いくよ、いって、うん、力抜いて、抜いてる。痛い。いやー、いい顔してるわ。痛い。待って、いてて、さっきここ攻めたじゃん、この後にここ攻めるんだよ、俺は。そう、それがいいかもしれない。痛い、うん、でね、うん、でもね、あのこっちがごめん、押しやすくなってる。痛いけどね、うん、でもさ、不快な痛みじゃないでしょ、うん、なんかこうズーンってくる感じでしょ、うん、うん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 、行くぜ。あら、うん、行くね、来たな、うん、まあ、言ったでしょ、うん、最初は痛いんで、こんな分かんなかった、さっきこうでしょ、うん、今パキッて言ったじゃん、
これは正しい方向に力を入れていくと、あの自家強制能力って働いてるから、もともと自分で自分でこう正しい方向に行こうとするんだよ。その時にカチッて音鳴ったりとかする、まあアジャストっていうか言うんだけど、あ、曲がるようになってるね。今痛くないでしょ。痛くない。ちょっとごめんね、ちょっとごめんね。な、うん、押されてるって感じ、うん、でしょ、うん、だそんなにズーンっていってって感じはないでしょ、うん、もう減ったでしょ、うん、すごっ、まあ、裏の筋肉メインで、裏とか自分でなかなか押しづらいじゃない、うんうん、ここら辺も、まあ、頑張れば自分で押せるんだけど、太ももとか、ね、前とかいけるんだけど、もともとは僕はこの内側の、まあ、牙足っていう部分の付着と、あとは前頸骨筋っていうところの中、僕は上3分の1そのっていう場所を押すんだよね、うん、これを押したかったがためにほぐしたのだ、うん、ほぐすのが終わりじゃないから、うん、でちょっと膝を曲げる、ちょっとねストレッチじゃない、ちょっと足を動かします、うん、ちょっと痛かったり言って、うん、でも大丈夫だったそのやつをね、はい、力抜いて力抜いて力抜いて、抜いてる、抜いてるね、抜いてる、これでもう90度曲がってるからね、うん、90度曲がってるからね、この状態で、この状態でもっといくよ、かけるよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、よし、じゃあ今日戻す、大丈夫、大丈夫、うん、いくよ、うん、曲げられるね、曲げられる、よし来た。そしたら最後にトレーニングだけするから一回、うん、今大丈夫だね、全然大丈夫、うん、やってるやつね、うん、はいって言ったら足をこうやって上げるの、はい、だけど僕が抵抗をかけてるから抵抗に逆らうように上げる、うん、で僕途中で力抜くんだけど、抜いても最後まで上げられる、あ、伸ばせるだけ伸ばす、うん、OK、 いくよ、せーの、はい、そうそうそう、あ、いけんじゃん、いやいや、いいよ、まだまだまだいくよ、いくぞ、力を入れて、うん、はい、下ろして、最後まで下ろしてじゃん、はい、いくよ、はい、はい、おい、おお、はい、力抜いて、力抜いて、抜く抜く抜く、上げるときだけね、力抜いて、はい、あ、力入ってきた、うん、おお、下ろして、あと2回やるよ、せーの、はい、伸びてるぞ、伸びてるか、いくぞ、せーの、はい、伸びてるじゃない、へっ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 、はい、施術はとりあえず終わりました。この後ね、アフターを取りに取りますんでご覧ください、どうぞ。はい、じゃあそれでは施術終わったんで、この後アフターを撮っていきますね。はい、じゃあよろしくね。はい。眠くなっちゃったね。眠くなっちゃった。じゃあさっきと一緒ね、ここが叩いたら股関節から足を上げる。はい。手になりますね。せーの。はい。はい、OK。もう一回行くよ。せーの。はい。叩いたらすぐ上げるって脳みそで分かってるから上げるんだよ。うん、今度こっちだ、うん。問題は。無理しなくていいよ。行くよ。せーの。おーい。あれ痛くないの、せーの、もう一回いこうか、うん、せーの、うん、うん、動くね、動くね、うん、力入ってるね、入ってるね。皆さんも多分ご覧になったと思うんですけど、今叩いて足を上げろって言った時に最初は足が遅かったんです、うんうん、いや元々痛かったからね。今痛みっていうのがなくなってるんで、上げるのに要はそのストレスが減ってるんで足が上がりやすい感じになってます、うんうん、じゃあさっきみたいに足、うん、膝を伸ばすような感じでやってみようか。はい、どうぞ。おい、いけるね、かかりは痛くないね。いい、落として、無理しなくていい。はい、うん、引っかかる感じないわ。あ、ほんと、まあ、多少は残ってるよね。多少はね、もちろんちょっと痛い、ね、力入れれば痛いけど、そうだよね、だけどいけるはいける。あ、じゃあ最初よりなんかもう、ま、伸ばすときにストレス減ってるってこと。減ってる減ってる。おお、もう一回いこうか。いけるいけるいける。おお、いいね。はい、はい、ありがとう。すごい。いけたね。よかったね。よかったね。オッケー。よかった。
じゃあごめんね、また視点を変えて今度また膝を伸ばしてみましょう。はい、はい、どうぞやって。おい、いける、痛すごい。はい、下ろして、もう一回いこっか。うん、おお、伸びてんじゃないこれ。伸びてんじゃんね。よかったね、うん、OK だね。気になんない、あんまり。あ、よかったよかったよかった、ありがとう。大丈夫ね。大丈夫。はい、ありがとう。はい、施術が終わりましたね。さっきのビフォーとアフター見てもまあまあまあいい感じの、今日もいい感じのね、状況が見えたと思うんで、うん、実際どうだった。いや、痛かったっすけどね、やるのは。だけどだけど、あの、立ててるし。あ、それがいいよ、ね、これはやばい。ビッコ引いてないもんね、さっき。引いてない引いてない。気にならないね、今は。体重をそのかけるのが嫌がる感じでやるから、やっぱ可愛い動作って発生するのね。まあ疼痛緩和しいって言葉があるんだけど、前の動画でもね、やっぱり痛いって人はそうやって可愛い動作をするんだよ、うんうん、今はないもん、ね、ない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 、びっくり。今になってあれだよね、緊張ほぐれてる。いろんな意味でね。いや、すごいよ。よかったよかった。いや、ありがとうございます。いや、よかったね。はい、今日はリサイクル業を経営されてるスーパー社長さん、やり手の社長さんの膝を良くしちゃいました。はい、よかったね。またよろしくお願いします。またお願いします。ありがとうございました。はい、これからもどんどんね、動画出していきますんで、いろんな職業の人たちを僕が良くすることができればと思って今チャレンジしますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それで、高評価、よかったら高評価を押してください。で、ツイッターも頑張ってますんで、よろしくお願いします。はい、笑顔全開になった？全開です。全開しかない。よーし、イエーイ。じゃあ、それでは皆さん、バイバーイ。